こんちは。本日のテーマは携帯型育成ゲームです。たまごっちやデジモンのような、こんなやつですね。こちらは私が昔購入したデジモンです。たまごっちも持っていたのですがどっかに紛失しました。こちらは1999年くらいに発売された代物で、子供の頃から物好きで色々改造してしまってますね。当時、学校にこっそり持って行ったりして、友達と遊んでいた気がします。懐かしい。久々に動かしてみます。ボタン電池をセットして。背面を固定。さあどうでしょう？お、起動しました。月日が経ってもちゃんと動くなんて、いい仕事してますね。多分20年ぶりの負荷です。コマンドを動かしてご飯をあげたり、うんちを流したりして、お世話していくのが携帯ゲームの醍醐味です。デジモンだと対戦なんかもあり、これが盛り上がるんですよね。ではでは、一通り動きを見ていただいたところで、こんな感じのゲームをチャット GPT に作らせていきましょう。さて、こちらがチャット GPT の画面です。チャットでゲームプログラムを作ってもらいましょう。今回いい感じになったのはこんなプロンプトです。かなりシンプルな指示文ですね。指示のポイントは2つ。1つ目はパイゲームという単語を入れて、ゲームが作成しやすい Python のパッケージを限定してます。2つ目のポイントはたまごっちという単語だけでゲームを細かく説明しない点です。チャット GPT は大量のウェブ情報を学習済みのモデルであり、そこから指示に合う情報を引き出してくれるので、たまごっちくらいメジャーな単語なら細かく説明するより、そのまま打ち込んだ方がアルゴリズムまで考えてくれます。さて、では出てきたプログラムに画像や音を付け足し、ゲームを完成させます。それでは完成品を見ていきましょう。今回は携帯型ゲームということもあり、ラズベリーパイと小型モニタを用意しました。こちらにチャット GPT ベースで作ったプログラムを動作させます。どんな感じに仕上がったでしょうか？ごたくはここまで、ポチッとな。おお、動き出しました。今回はピカチュウを育てるイメージで作成しています。うろうろする待機画面がうまく再現できてますね。ステータス画面を見てみましょう。ボタン操作音は、ラズベリーパイのスピーカーから出力してます。空腹状態になってますね。それではご飯をあげましょう。回復音が鳴って食べさせることができました。これでステータスを見に行くと、バッチリ連動してゲージが上がってます。餌をあげたり、電気を消したり、やりたい機能を追加していけばどんどん拡張できそうですね。ラズベリーパイを使って動作させたのも雰囲気が出てよかったです。ただし、ちょっとサイズがでかすぎるので、機会があれば小型化にも再挑戦したいですね。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。